メガ,ガガイア宮崎駅前店、株式会社ガイアは東京都中央区に本社を置く企業。パチンコ店、ガイア、メガガイア、ガイアネクスト等の屋号で全国に167店舗、展開、マルハン、ダイナムに次ぐパチンコ業界の大手企業である。地域密着型店舗をメインとし、地域の行事などにも積極的に参画する。創業31周年を迎えた2015年を、 新たな創業元年と位置づける。なお、兵庫県で同じガイアの店舗名で展開しているタツミコーポレーションとは無関係である。企業理念は以下の通り存在意義地域とともに私たちは地域と共に歩むグループとして人の幸せを求めて豊かな故郷づくりに努めます。経営姿勢お客様のために私たちは積極的にお客様のニーズに応え創造性を 発揮し、より質の高いサービス提供に努めます。行動規範、親切の心で私たちは、心の触れ合いを大切にし、事故を磨き、親切ナンバーワンを目指します。ゲームセンター大手のアドワーズは、直接的なつながりはないもののいわゆる、その他の関係会社の関係にある。ガーやヤ号のほかアイオン、サイバーパチンコ、サイバースロット、レクス、アラジンなどがある。また、 テータマカ専門の楽楽館を展開している。地球を生命体と捉え、かけがえのない存在となることがテーマであり、顧客、地域に必要とされる人材を目指すという意味が込められている。ガイアが、ふるさと清掃運動会に、賛同社員17名が、荒川河川敷を清掃株式会社、ガイア企業理念、ガイア、社内接客コンテストを実施。 ガイアネクスト三軒者やアイパチンコ店、ガイアの社長逮捕覚製剤使用の疑い、パチンコ大手、ガイア、所得隠し40億円10億円追徴課税、ありがとうございます。